次の曲は群馬県の名産品キャベツの曲です。はい、それでは皆さんにやってほしい振り付けがあるので1を出してください。指で1を作って、それでは私が歌うのでメンバーの真似をしてください。せーの、群馬のキャベツはナンバーワン、群馬のキャベツはナンバーワン、一緒に、群馬のキャベツはナンバーワン、群馬のキャベツはナンバーワン。 OK です。それではみんなで一つになりましょう。聞いてください。群馬のキャベツはナンバーワン。さらに群馬県からその活動を認めていただいて、感
SDGs のファシリテーターとしても活動しています。イエーイ。はい、そして3つ目はリサイクル活動です。プルタブを集めて車椅子を作り、県に3台なんと全部のシティに寄贈することができました。イエーイ。はい、4つ目は群馬県の名産品や観光地の PR です。群馬のいちご、弥生姫や嬬恋高原キャベツ、温泉、そして世界遺産に登録されている富岡製糸場と姫産業遺産群の PR ソングも歌っています。イエーイ。はい、そんな活動が認められて赤木田はアイドルプラス群馬特使として、皆さんご存知の中山秀幸さん、井森美幸さんと共に群馬県を盛り上げている赤木田です。今日はよろしくお願いします。